遠藤航が一矢報いるも2点差を追いつけず連勝ストップ。後半、土井康律や上田綾を投入して攻撃への比重を強める日本。森保監督はキチュレを、前田大然も送り出し、4-1-4-1に布陣変更して1点を奪いに行くも、イラクもタイトな守備対応を継続。後半アディショナルタイム3分にはキチュが蹴った左 CK からファーサイドの遠藤航がヘディングシュートを叩き込んで1点を返すも、反撃はここまで。終盤の猛攻も及ばず、1-2の敗戦を喫した。普通にイラク強かったと思う。ちゃんとやられた感がすごい。まずはグループリーグ突破を願うとしか言いようがない。左サイド南の浅野スタメン。ベトナム戦に引き続き菅原ザイオン族と負けるべくして負けた試合だと思うけどね。韓国が 1-0 でイラクに勝った時バカにしてごめん。イラクはよく日本を研究して素晴らしいゲームを展開した。インドネシア戦は大丈夫だよね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。